ザ・キュリーエンジン、それのね熱されることによって、ね、動くっていうのがちょっと秘密がありますと。まあ、それいいですね、うん、どうも VCP のおちょです。あまちゃんです。はい、これは一体何が起こっているんですか。まずまあちょっと見てみましょうか。はい、ね、ここに鉄線らしきものがあって、はい、それがねここにあるろうそくによって熱されて、うんうん、結果なんか音が鳴っていると、はい、すごいいうことなんですけども、勝手に動いてますね、うん、こうやってね熱されるだけでこうやって行ったり来たり、まあ、ここに磁石があるのもポイントなんですけどね、うんうんうん、まあ、これを、実はキュリーエンジンって言いまして、はい、うん、まあ、それのね熱されることによって、ね、動くっていうのがちょっと秘密がありますと、まあ、それを、ね、実際今回高速ガイドとして作っていきましょうということで、はいはいはい、まずは、いろいろね物を置く土台を作りたいので、この工作用紙を使います。はい、はいはい、うん、こんな感じで切り取れました。次は、エンジンのね駆動部分を作ってもらいたいので、はい、針金、あとはビーズですね。ビーズを通す、はい、うん、通すと通して、で針金をちょうど半分くらいのところで、まあ、折るというか、ビーズをこの真ん中のところに固定したと、はい、そしたら、はい、ねじります。ねじります。うん、この部分でね。はい。OK。これぐらいですかね。うん、これ今竹ひごなんですけどに、はい、ちょっと巻きつけて、はい、この駆動部分ですね。この部分を、はい、作ってもらいます。わかりました。ポイントはギチギチにせずに、はい、結構余裕があるくらい大きめの輪っかを作ってもらえれば。わかりました。確認するときは、まあ、こうちょっと棒を動かしてもらって、ちょっと引っかかるようだと。大きす、あ、小さすぎるから、はい、もっと大きくでもいいから。なるほど、うん、そうそうそう、両方をね、両方を、じゃあ、うん、巻き終わりました。引っかからないんでこんな感じですかね。 OK、うん、こんな感じでアルミホイルで山のように固めました。 OK、 はい、はい、こんな感じで壇上につけれました。切った竹ひごを刺してください。はい、まあ、入れるだけだけどね。はい、吸ってで、ワッシャーをねさらにその上から入れてください。こちらのワッシャーを竹ひごに通しまして、うん、はい、はい、あとはさっき作ったエンジンを、はい、まあ、入れてもらってこんな感じですね、うん、そうすると今先端が重いんですね。バランスが、そう、バランスが悪いので、はい、ちゃんとね水平になるように、うん、まあ、ちょっとここ先端カットしていいんで、はい、ニッパーとかでカットして、はい、バランスよくなるように調整します。わかりました、はい、じゃあこの向きで切っていきます。見えるんですよ。よし、はい、切り詰めたわけですが、うん、なんかまだ若干下がってます ね。少し重い状態で先端の方曲げてみてください。わかりました。これでまた重ければあの先端切ればいいので、うん、はい、まあ、ないです、ね、もしそれで長ければ、うん、この触覚の部分をパツって落とせば、はい、あ、いい感じになってます。で、まあ、ちょっとなんかこうやってなってるんで、あとはいくらでも調整できます。はい、はい、これで OK。 ろうそくを使います。はい、で、まあ、今からそのろうそくを置く場所を決めるって話なんだけど、はい、ちょっと動いちゃうので書くときに、はい、これあのエンジンをね動かすときにも使うんですが、ネオジウム磁石が紙コップにここと内側にね、うんうん、なるほど、貼ってあります。はい、はい、これで、書くときにこうやって置けばね、うん、針金が動かないと、はい、まずこれをちょっとね置いて、はい、あとは真上から見て、はい、ろうそくを置く位置を鉛筆で、はい、鉛筆で印をつけてください。はい、だいたいあの先端とその次、うん、この先端のねこの部分全部を熱したいので、はい、そこが当たるように2箇所点を打てれば。なるほど、はい、まあ、ろうそくはちょっとね太めなんで、こことこの曲がってるとこの部分ってことですか。とそう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 、2箇所、片っぽ一箇所でもつけとけばいい感じ。まあ横にちょうど並べば、うん、並べればいいんで。こんな感じですか。と、うん、あとねここかな。なるほど。ここの2つで十分だと。はい。に、ろうそくを置こうと印をつけました。はい、これも外してよくて。はい。じゃああとはろうそくなんですけど長いんだよね。長いですね。ぶつかっちゃうので肩でちょっと長さをね調節してほしいんですが。はい。ちょっと危ないからね。よし、OK、それで、まあ、あのさっきのね手を打った場所に置いて、うん、ちょうどねさっきのこのエンジン部分が当たらないくらい振動にね、うんうん、
至らない高さに、ろうそくを切って、うんうん、もう一本作ると。なるほど。はい。2本切りましたが、うん、まあ大体3センチくらいに結局切ると、うんうんうん、であとやり方はね、さっきのこれと一緒で、はい、まずアルミホイルで土台を作ってください。わ、はい、かりました。ちょっと見えない。そうですね、うん、はい、仮止めできました。アルミホイルでね、土台を作ろう、はい、これはもうね、しっかり力入れて固めておけばいい。わ、はい、かりました。うん、ここまで固めました。はい、針金を外しといてもよかったよね。ちょっとやりにくかった。やりにくかったから、そうだね。今一応外しよう。いいんじゃない、外して。はい。がっちり。じゃあ、で今外してるけど、エンジンをね、はい、戻してもらって、はい。うん、で、さっきね、紹介したネジ磁石がついた紙コップね、はい、を、ちょっと引き合う位置まで、こうやって持っていくと。ちょっと斜めの方がいいな。ほうほうほう、これね、引き合って、ああ本当ですね、動いてますね、うん、これちょっと遠いから、はい、引き合う位置までね、あんまり近いと、うんうんうん、あのネオジム磁石に火が当たっちゃうので、あ、はいはいはい、これくらいでいいかなって。なるほど。で、これだとねちょっと危ないので、はい、石でね固定させて、うん、重しがあればいいかな。そうですね、はい、これで OK と。はい、下の方ネスネスでいい。 OKOK。遠いかもしれないね、この場合。感覚がね、広すぎると、そう、こっち側がね、磁石に反応しないから。確かに確かに。もしこうなった場合には、もうちょっとね、はい、感覚を狭めてあげるといいかもしれないね、うんうん、なるほど。いい感じだ。うおー、びきそう。消すだけだよ。こっちは熱いから、触れないようにして、ちょっと外して、はいはい、外して、うん、でもこれ感覚が広かったなってことだから、はいはいはい、もうちょっと縮めようか。なるほど、うん、じゃあ、チャッカマンでこのろうそくに火をつけて、うん、いきます。はい、いいよ、よし。で、十分に熱されてるから、お、ちょっと、おお、動いた、すごい、おお、また戻った、うん、すごい、ね、ただ一回だけ動くんじゃなくて、うんうんうん、まあ、こうやってね、行ったり来たりを繰り返す。面白いですね。これがまあキュリーエンジンみたいな、まあ、ちょっとろうそくなんで、はい、風とかの影響でね、火の当たり方が変わっちゃうのはあるけどね、うんうんうん、はい、おお、はい、これどういう仕組みでこんな動くんですか、うん、今これね、鉄線が片方は熱されてますね、はいはい、で、ね、キュリー温度って言って、はい、磁性をね失う温度があるんだよね、はいはい、で熱されてその温度に達することによって、うんうんうん、まあ、この熱されてる部分は磁性を失います。はいはいはい、そうすると今ねこっちの熱されてない方が磁石に引き寄せられて、うん、ああなるほどなるほど。で、外側に行ったら冷やされて、はいはい、また磁性が戻ってきて動く、はいはい、すごい。磁性を失うのと、うんうん、再び引き寄せられるっていうのが繰り返されてこういう動きになる状態ですね、うんうん、なるほど、はい、キュリー温度ってちなみに何度ぐらいなんですか。770度くらいかな、今回の使ってる、鉄線というかね、あ、の場合はそうです。鉄線によって異なるんですね、うん、でろうそくがだいたい900度くらいかな、うんうん、1700辺が900度くらいなので、うん、まあ、十分出せることができると。なるほど、うん、1本じゃなくて2本の方が確実なんですね。そうですね、まあ、なるべく太い炎を使えばね、うん、ああなるほど、固形燃料とかもいいんだけどね、はいはい、ちょっと危ないから、まあ、なるべくろうそくでっていうことで、はい、はい、一応実はこういうものを用意してまして、お、ちょっとね動いてる中にこうやってかぶせますと、はい、はい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 、おお、面白いですね。これちょっとねやっぱ昔のおもちゃとかでもよくあったらしいので、うん、おー、うん、こういうおもちゃがあるっていうね、はい、まあ、今ねエンジンがね行ったり来たりして、うん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 、後ろの玉がねグラスに当たることで今チンチンって音が鳴ってるっていうね、なんかレトロな感じで、ね、うん、そうだね確かにレトロね、うんうん、
で、今回はキュリーエンジンを念の紹介と実際に、ね、作成してみたということで、はい、今ねこれあのワイングラスでね、うん、やってみてるんですけども、いい感じにね、はい、音が鳴っています。いいですね、はい、落ち着く音で、うん、ちょっとね火を使ったりするので、まあ、危ない部分はちゃんとね対策をしてやるときは気をつけてやりましょうと。はい、はい、ということで今回はねキュリーエンジンの紹介でしたと。はい、はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。それではありがとうございました。ありがとうございました。